はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシーンです。今日はね、こちらノリウツギとかビラミッドアジサイとか言われているこちらのアジサイの挿し木をしていきたいと思います。まさに今がね、挿し木のシーズンなので、ぜひ皆さんもね、乗り遅れないように早速やってみてください。では行ってみましょう。どうぞ。はい、ではね、挿し穂を取っていきます。この中で一番ね、やっぱり太くてしっかりした茎を選んでいます。これですね。で、まあ一応ここのね、グリーンの部分、少しこう茶色くなってるところから上の方行くとグリーンになってるじゃないですか。ここの部分を挿し穂にすると言われてるんですが、僕ね、ここの部分で、茶色い部分でも実際ね、ついてるんですよね。なので今回はこれ1本を挿し穂にして、ちょっと3本ぐらい取ってきたと思います。まずこのように取りますね、1本。はい、そしたらまたこれはね、今度剪定の方法を皆さんに教えたいと思いますね。はい、そしたらまずね、これお花がしっかりついてるので、このお花はね、ちょっとお花で切り花として楽しんでいきたいと思います。そしたらですね、ここ下の葉っぱは取ってしまって、まあここでね、一つ、そうだな、三つ取ろうと思ったけど、二つにしましょう。三つ、そうだな、どうしようかな、あ、三つ取ります。まずここで一つ、そしてここで一つ、ここで一つ取りました。そしたらね、この下の方の葉っぱはこのように取ってしまって、ここの4枚をね、残していきます。あんまり葉っぱが大きい場合はここをね、半分にカットしていくんですが、今回もカットしていきますかね。ちょっと葉っぱ大きいので、ここ半分にカットしておきますね。まあ、その時にハサミはちゃんとこう綺麗なハサミ、僕消毒してあげますので、綺麗なハサミを使っていきましょう。まあ、これもね、葉っぱを半分にカットします。これね、やっぱりやらないとね、ベタッと葉っぱがしちゃうんだよね、どうしてもね。これはちょっと4枚つけといてみます。そしたらね、この根元ですね、根元を、まあ、ナイフとかカッターナイフとかナイフで斜めにカットしてあげて、中のこのね、この銅管を少し抜いておきます。で、お水につけます。普通のアジサイの時は水につけないで僕は刺しちゃうんですけど、前回もね、それで全然もうあれ、ね、根っこついちゃってますけど、このね、ちょっとライムライトとか、このアジサイ、ノリウツギとか、ヤマアジサイとかね、あの辺りはね、一回ね、水を少し吸わした方が良いですね。はい、このようにお水につけておきます。これでだいたいね、30分ぐらいつけとけば大丈夫です。はい、はい、そしたらね、鉢を用意します。でね、この鉢に、まず軽石を入れていきます。軽石入れます。はい、3分の1ほどね、鉢の3分の1ほど軽石を入れたらですね、今度は培養土を入れます。
はい、このように培養土を入れました。そしたらね、もうここはね、ぎゅうぎゅう押さないで、ふかふかの土にしておきますね。そしたら先ほど、取った刺し穂がありますね。これをここに刺していきます。はい、そしたらね、お水をね、あげます。だいたい2週間か3週間ぐらいで、根っこが出てくるので、まあその頃まではね、お水をこう絶やさないようにあげてください。だいたいこの鉢の下からですね、お水が出てくるぐらいですね、あげとけば大丈夫です。はい、出てきましたね。そしたらこのお水をね、忘れずに、ちゃんとあげてあげてください。はい、もうこれでね、大丈夫です。あとはね、だいたい2週間か3週間ぐらいで、根っこ出てきますので、半日陰の場所に置いておいてください。はい、こちらで挿し木が終わりました。これでね、どんどん増やしていけます。今ね、このピラミッドアジサイとかノリウツギの挿し木の時期ですので、皆さんどんどんね、今のうちに増やしておきましょう。とってもね、綺麗な花がたくさん咲きますので、こう、あの花だけね、生けておいてもとても素敵ですよね。なのでね、まあ、結構増やして損はする、お花ではないので、ぜひね、いっぱい増やして素敵なね、花壇を作っていきましょう。では皆さん、今日はこちらで、ピラミッドアジサイ、ノリウツギの挿し木の方法でした。また剪定の方法はね、また次の動画で皆さんに教えたいと思います。はい、今日の動画がいいねと思った方は、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録してくださる方がとても増えて、とても励みになっております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではね、また次回次の動画でお会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。